ミシガン州の軍一覧は、アメリカ合衆国ミシガン州内の軍の一覧である。ミシガン州内には83の軍がある。各軍の境界は1897年以降、実質的に変化していないが、19世紀を通じて、衆議会は頻繁に軍社会を修正してきた。軍の創設は、未編入領域に政府を樹立する目的で、 進められたが、より重要な目的は土地を測量し、販売可能な区画に分けることで入植を奨励することだった。軍の創設は大まかに言って二つの段階で行われた。第一段階は、軍の領域を宣言し、軍名を与えることだった。軍が地図に載ったが、数年間はこのことだけが、軍の存在を理解できる全体像である場合もあった。 この期間まだ組織のない軍は管理上の目的で、すでに組織化されていた軍に付設された。衆議会はこれら未組織軍の付設先を、たびたび変更した。このように付設された軍の住民が、衆議会に組織化を請願し、それが軍として、完全に法的な認知を得ることになった。ミシガン州には、軍の境界にまたがる多くの都市や村がある。州都のランシングもまたしかりである。 1970年代初期の数年間で複数軍にまたがる都市は市の境界に従って軍の境界を変更する請願を行える権限があった。この短いチャンスを活かした唯一の都市はニューボルティモア市だけだった。元はマコウム軍とセントクレア軍にまたがっていたが現在は完全にマコウム軍に入っている。このセントクレア軍から マコウム軍への領域の移行は20世紀初期以降で唯一の軍協会変更となっている。1850年のミシガン州憲法は法人化された都市に少なくとも2万人の人口があれば独自の軍を組織化することを認めていた。1908年のミシガン州憲法でもこの条項を維持していたが人口の条件を10万人に上げた。 この方法で独立した軍に組織化した都市は現れず1963年に発布されたミシガン州憲法ではこの条項が外された。いくつかの軍名の由来は不明であり、信頼できる学術資料でもその意味について意見の一致を見ていないものがある。19世紀初期に軍名を大量に解明したのはいくつかの文化的また政治的な問題を残した。 9つの軍の名前はヘンリー・スクール・クラフトが発案したが、通常はインディアン言語の言葉から取られている。ただし、ギリシャ語、アラビア語、ラテン語から取られたものもあった。ヘンリー・スクール・クラフトが作った言葉は議論の対象になっている。インディアン言語と文化の熱愛者であり、いくつかの言葉はニューヨーク州や北東部など他の地方からミシュガンに移ってきた部族のものだった。 それらの地方からは多くの開拓者も入ってきていた。実際のインディアン言語は絶滅しており、スクールクラフトが造語で置き換え、時には言葉の書くあるいは音を用いた。四つの軍はアイルランドの地名に変えられた。これはあるミシガン州議会議員あるいはその選挙区民の心に残っていたものとみられる。十の軍は、いわゆる閣僚軍であり、 ミシガンの州相格に関わっていたアンドリュー・ジャクソンの内閣に仕えた者の,の名前が取られた。そのうち8軍は1829年に名付けられ、リビングストン軍は1833年、カス軍は1829年に名付けられた。ただしルイスカスがジャクソン内閣に入ったのは1831年だった。下表はアルファベット順である。ブラウン軍。 1818 18年に未編入領域から設立。この年、イリノイ州の成立に合わせて、ミシガン準州がミシガン湖の西にまで拡張された。1836年にウィスコンシン準州に移管され、同州ブラン軍となった。ケスコーコ軍、1840年にマキナック軍から、分離、1843年にシャルルボワ軍に、改名、1853年に、 エメット軍に併合。1869年にはエメット軍からシャルルボワ軍が再生。クローフォード軍。1818 18年に未編入領域から設立。この年、イリノイ州の成立に合わせてミシガン準州がミシガン湖の西にまで拡張された。1836年にウィスコンシン準州に移管され、同州クローフォード軍となった。デモイン軍。 1834年に未編入領域から設立。1836年にウィスコンシン・準州に移管され、アイオワ州でもイン軍となった。ダビューク軍。1834年に未編入領域から設立。1836年にウィスコンシン・準州に移管され、アイオワ州、ダビューク軍となった。アイオワ軍。1830年にクローフォード軍から分離。 1836年に、ウィスコンシン・準州に移管され、アイオワ州アイオワ軍となった。アイル・ロイヤル軍、1875年に、キーウィーノー軍から分離、1897年に、キーウィーノー軍に復帰。マニトー軍、1855年に、エメット軍とリーラノー軍から分離、1861年に、軍政府が解体、管理のためにマキナック軍に、付設。 1865年にリーラノー軍、1869年にマキナック軍に布説、1895年に敗軍、シャルルボア軍とリーラノー軍に吸収。ミルウォーキー軍、1834年にブラウン軍から分離、1836年にウィスコンシン巡州に移管され、同州ミルウォーキー軍となった。オミーナ軍、1840年にマキナック軍から分離、 1853年にグランドトラバース軍に併合。ワイアンドット軍。1840年にマキナック軍から分離。1853年にシボイガン軍に併合。ありがとうございます。